はい、アイムタック。はい、モリキーです。じゃあモリキーさん、今回2週間の留学ということですけど、はい、日本はご出身どちらですか？私ね、一応鹿児島で今働いてるんですけど、まあ、たまたま2週間ね休み取れたもんですから今回ここに来ました。気分転換で、はい、気分転換で。どうですか、鹿児島と比べてドゥマゲティは。いや、もう比べてというよりもこの景色がそもそもね鹿児島にとても似てました。もうドゥマゲティの鹿児島と思っております。ああ、なるほど。フィリピンで鹿児島を発見しましたね。はい、じゃあここでもだいぶリラックスして過ごされてる。もうテレビ、ラジオ、なんもないんですけどトライシクルでね、街に出られてね非常にね、はい、楽しんで過ごしてます。街まで10分、15分ぐらいですね、トライシクル。そうですね、もう街まで行けばもう何でも揃ってるんで、はい、映画見たりね、そうですね、私も映画見たりとかね、はい、四季ホールまでね、ああそうですね、うん、行ったんですよ。港行って船乗って四季ホールも行けるんで。そうなんですよ。じゃあちょっと今回2週間楽しんでください、森木さん。はい、ありがとうございます。はい、バイバーイ。バイバーイ、See you。Welcome to Starting Point English Academy!